福田恵子は、日本の女子柔道家。アメリカ合衆国へ渡って、カリフォルニア州サンフランシスコに在住して、柔道の普及活動を行った。現在の東京都出身。行動感創始者の加納次五郎が柔術を学んだ。天神市に養流柔術の福田八之助の孫にあたる。21歳の時、加納の勧めで、行動感女子部に入門、加納に指示した。 1964年、東京オリンピックの女子柔道のエキシビションで、のりとみまさこと、銃の形の演舞を披露。1966年に、柔道の国際的普及のために渡米、サンフランシスコに、サンフランシスコ女子柔道クラブを設立した。以降、形の普及に力を入れ80歳を過ぎるまで。 世界各地を飛び回り、1990年には長年の功績が認められ軍四等随法賞を受賞。2006年、日本の女子柔道家としては、史上初の行動館九段に昇段。2011年8月にはアメリカ柔道連盟により、女子柔道家としては、史上初の十段に昇段した。晩年は、パーキンソン病を患い足が不自由となったが、それでも週2に、 三回は道場に顔を出し指導を行った。しかし2013年に入ると体調を崩し肺炎を発症。2月9日、サンフランシスコ市内の自宅で死去した。99歳没。葬儀は2月22日、本人の意思に基づきサンフランシスコのサンフランシスコ寺で営まれ、遺骨は福田家と47年にわたり、サンフランシスコで 共同生活を送ってきた教え子のシェリー・フェルナンデスとで分骨された。日本では文京区の吉祥寺に納骨されたという。3月8日には都内で忍ぶ会が開催され、日本女子柔道クラブ代表の山口香里や全日本女子柔道会会長の関修ら約50人が参列し、柔道の母たる福田に感謝するとともにその死を言いたんだ。福田が最後に 日本の土を踏んだのは2009年、里帰り実行委員会の招待によるものであった。行動館で講演した福田は、加納先生が生きていたら、なんと声をかけられると思うか。との問いに対し、まあ、よくやったねってと答えている。2012年、日系米人フィルムメーカー、ユリコがモーロマーにより、彼女の電気映画 MRS、ジュド、BE ストロング、BE ジェントル、 B.E. Beautiful が完成し、日本では2015年、福田恵子女子柔道のパイオニアの放題で上映されている。ありがとうございます。